あ、そんなに急いでどう、おぎゃ、いったった、アッシュさん大丈夫春雪、クラインさん、なんかよ、今アッシュと喋ってたら突然あの野郎、くっ、あいつが目覚めるって、中学生みたいなこと言いやがって走り去っちまったんだが、知らねえか。そうなんですね。僕は見てないな。ん、そうか。ん、春雪、おめえ、え、そのよそよそしい態度、さては女の子と会ってたな。おめえも隅に置けないな。ま、ネガビのやつらには黙っててやるけどよ、あんまりハメ外すんじゃねえぞ。じゃな、クラインさん、もう行きました？うん。それにしても大変だよね、リンさん。クラインさんに隠れながらこのパーティーで行動するの。でも仕方ないです。クラインさんは兄と仲がいいから、混乱させたくないのは事実ですし。そうだね。有田さん、ちょっと今、いいですか？うん。私、この世界に来て、今の自分のこと、少し理解できた気がするんです。今の、リンさんのこと？はい。NPC、ブレインバーストには、あんまりいないですけど、この世界には、たくさんの NPC たちがいますよね。普通のナビ的な存在だけじゃなく、キリトさんたちのように人と NPC の隔たりを超えたような絆があることも私は知りました。きっとこの仮想世界には未来で生きてるはずの私たちも知らないこと、考えが及びもしない、すごく大きな意識の力があるんだなって思います。リンさん、だからアッシュとしての間、兄が出てくることも、兄が現実で生きようと必死で私を応援してくれてるんだって信じられるんです。うん、そうだね、僕もそう信じたい。はい、ありがとうございます、リンさん。有田さん、ちょっと待って、ね、このキャラシアラ、こりゃ、アッシュさん、てめえ、今リンといいシチュエーションになってやがったな。なってないです、なってないです。黙らしら、しらばっくれんじゃねえ。マイシスターに近づくなってあれほど言っただろうがや。誤解ですって。そこで正座しろや、キャラスやろ。